明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ゆうじこうじです。さあ今回はですね、はい、群馬県の太田市からスタートなんですよ。え？新年一発目なんですけど。一発目群馬。はい。デジャブかよ。去年も一発目高崎から始まったんだよ。覚えてる。忘れるわけねえじゃないか、だるま。そうなんだよね。え、なんかそういうのがあるんすか。一発目は縛りが、一発目は他県でやるみたいなのが。いや、そんな縛りないんだけど。一発目はなんか栃木ね、うん、もうやっても魅力上げていきたいんですけども。まあでもお隣ですからね。まあ足利が近いですけどね、北関東の中で行きましょうよ。あ、そうですか、どうですか年末年始はどのように。年末年始はね、はい、まあ、演芸番組、はい、受けましたね。受けた、受けた。あ、なぜならこれから頑張るから。どうでした。まあ、うん、やっぱり美味しい餅をいただきました。いっぱい実家から東京に餅を送っていただきまして、ええ、ね、餅を耐えました。いっぱい食べましたか。まあ、今年も一生懸命頑張って、はい、旅発見で、ね、うん、栃木を盛り上げていきましょう。そうですね、ね、魅力を少しでも上げるように。はい、うん、なのに一発目は群馬の太田です。まあそんな何回も言わなくても、で今回はね、はい、スバルさん行くんですよ。あ、もう見えてんもんね。そう、星が光ってますね。かっこいいもんね。スバルのレボーグが待ってくれてる。レボーグ最新の。じゃあこれで、かっこいい。これであそこまで行きましょう。至近距離。いいね。よろしくお願いします。よいしょ。ということで今回のテーマはスバル。群馬県太田市にはスバル町という町名があるほど町と深い関わりのある会社です。自動車製造で知られるスバルですが、戦時中は戦闘機の製造工場でした。昔、マジっすか、すげえな。左右対称の作りになってます。今回はスバルの過去の歴史から現在まで驚きのメッケをお届けします。2人でメッケを探し歩く知的旅番組、ゆうじこうじの旅発見。まず U 字工事の2人が向かったのはスバル町にあるスバル群馬製作所本工場。こんにちは。こんにちは。お世話になります。お世話になります。ようこそいらっしゃいました。お願いします。本日ご2人をご案内させていただきます、はい、総務課の遠山です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。U 字工事です。お願いします。今日はわざわざレボーグで来ていただいてレボーグでありがとうございます。すごい乗り心地よくて。そうですね、スポーティーで速くて。よかったです。ありがとうございます。あとなんか安全性がすごいですね。いろいろ教えてくれるんですよね。はい、そうですね、まあ、アイサイト X っていうことで衛星と通信をしていろいろな機能を盛り込んでおりますので、安全な車ということで今出たばっかりですので。あ、はい、スバルさんって今でもそのアイサイトって昔その衝突になった時に止まるって機能一番最初に作ったスバルさんじゃないですか。そうですね。ですよね。 ありがとうございます、まあ、あの前身が、はい、あのスバルは中島飛行機ということで、はい、あの戦闘機とか爆撃機とかそういうものを作っておりました。ここが主流の工場だったんですけども、はい、まあ、その名残を今もなおかつ持っている本工場と言ってる工場なんですけども、じゃあ本工場が東京とか横浜じゃなくて本当にこの群馬県の太田にあるんですね。そうですね。まあ、本社はあの恵比寿にあるんですけども、はい、あの自動車の製造部隊というのはここ、はい、群馬県の太田市と大泉町、その3つの工場で賄っております。その3カ所だけなんですか。はい、日本はその3カ所だけで生産をしています。前身が中島飛行機ということもありまして、はい、そういった名残のある企業さんが、たくさんここに集積している関係上、はい、ここで、成長してきたという過程を持ってます。なので私どもが動くと、はい、他の企業さんにも影響を与えるもんですから、まあ、ここでいろいろ工夫を重ねて生産を成り立たせているということです。あとアメリカに工場が一つあるんですけども、日米二極生産という形になっております。アメリカなんですね。外国か。そうですね、内陸なんですけども、はい、結構手間をかけてあの海外の方に持ってっております。へー、はい、で早速なんですけどもちょっとこちら、はい、来ていただければと思います、
排水口で、なんですけど、ここに何かあるんですか、はい、中、はい、中島飛行機の中ということです。中の形も飛行機を意識して、左右対称で作ってるというふうに言われております。自分とこの排水口のこの蓋を自分とこで作ってたってことですか。そうですね。すげえこだわり。こういう排水口がたくさんあったんですけども、軍事産業ということで工場の方側の排水口は全て溶かして、はい、製品に変わってしまったというふうにあった話がありまして、ここら辺周辺だけで、まあ、この中島のマンホールが残ってるということです。まだ貴重なんだ。でここが昭和9年の建物で、中島飛行機時代からある本館と言われる建屋です。上から見ると飛行機の形をしているというふうに言われております。そうなんすか。早速本館の中へ案内していただきました。早速なんですが、入り口のところにシャンデリアということで、これ昭和9年に昭和天皇をお迎えした時に飾られてたシャンデリアです。本来であればこれからご案内するお部屋のところで飾ってあったんですけども、はい、今は入り口のところでお客さんを迎えるような形で、移設をしております。現在の上皇もいらっしゃっておりますので、はい、まあ、2台揃ってこちらに来場いただいているということであります。階段も御影石を使って、ここはもう大理石なんですね。大理石。それでここが御影石。これが御影石、はい、すげえ。階段上も全部御影石なんですか。ここの階段はそうです。すごいな。何人かの従業員の方は全く知らずに登ってそうですね。あ、そうですね。そうですね。御影石の階段を登ると、中島飛行機時代貴賓室と呼ばれた部屋があります。昭和9年の建物で、こういう木をここに交差させるような形で寄せ木細工っていう構造になってて、非常に珍しいというふうに言われております。確かにですね。これは後ろに暖炉あったんですか。そうですね、あのコンセントみたいのがあるかと思うんですけど、そこにありますね、はい、電気ストーブみたいな形 で温めてたというふうに言われております。じゃあこれ形だけで、実際の温かいのは電気のストーブで温めてたってことなんですか。昭和9年の時にそういったあの電気で温めてたっていうのはちょっと驚きなのかな。相当最先端行ってるところですか。そうですね。ちょうどそちらに昭和天皇が来た時の写真とか、はい、まあ、そういうものも飾ってありますので、はい、もしよろしければ見ていただいて。天皇陛下がスクーター乗ってる。そう、そうですね、そうです。すごい。ラビットスクーターに。そうですね。これかなり貴重なラビットスクーターを作ってた時代でもありますんで。でこちらが先ほど言ったシャンデリアで。ああ本当だ、はい、玄関になったやつ。で玉座ということで、天皇をお迎えする椅子とかを設けまして、座られてたというふうに言われております。そこにベランダがあってですね、はいはい、中島竹英さんが太田の町をそこで眺めてたんじゃないかって言ったところのベランダです。中島飛行機時代はそこの民家だったところが商店街だったというふうに言われておりまして、給料日だったりすると社員が出てきて賑やかだったっていう話は聞いております。まだ商店街名残少しあります、あるんですかね。あ、そうですね、でも電車がすぐ見えますね、駅近いから。そうですね、東武線か、はい。昔は今より高い建物も少ないし、本当見渡せたんでしょうね。そうですね、すごい大きいな。でも本工場だけで約63万平方メートル、想像がつかない、でかすぎて、本工場、矢島工場、大泉工場の3つで約1万人を超える社員が働いております。まあ、そのメンバーで、まあ、開発製造とか、まあ、そこら辺を全部携わってるということになります。逆に言うとそこだけで作ってるってすごいですね。そうですね。普通のメーカーってだっていろんな地域に工場あるんですか。そうですね。まあ、逆にスバルは、まあ、集積してという形になっております。なんか団結力もありそうですね。まあ、あのそういうのも中島飛行機の名残みたいなのもあるんですかね。中島飛行機時代の貴重な資料も見せていただきました。竹英さんの写真があったり、中島さんって鉄道大臣なんですね、元。あ、そうですね、すごいな。元政治家をやられてまして、はい、鉄道大臣なんてあったんだ、そんな役職が。そうですね、俺知らなかったです。
これもなんかすごいですね。製図室の一部って。そうですね。図面描く人たちですね。そうですね。超優秀な人たちの集まりですね。そうなんですよね。こういう人たちがないと要は飛行機生まれないわけですもんね。そうですね。そうですね。俺らがさ、1000人いようがさ、1万人いようがさ、飛行機一生生まれねえじゃん。ダメだ。頭脳がねえから。そう。こういう人たちがないとできないんだよな。中島飛行機時代のこういうマイクロメーターが残ってたりとか、ドリルの刃とかもあるよ。そうですね、そうですね。今の町工場で使うのと変わんないな、共有ものって結局。ね、こういうあの手順書みたいなものとか、はい、あの中島飛行機株式会社って入ってるものなかなかないもんですから、はい、結構貴重な貴重な教科書なんだ、はい、これ。珍しい写真ではありますけれども。ターゲットということでアメリカ軍の飛行機からここを狙うぞということで撮られた航空写真なんですけども、はい、実際その工場を狙う寸前に撮られた写真だと思います。なんで結局大丈夫だったんですか、うん、アメリカ軍はここの工場 を、はい、を接収して GHQ もここを活用しようとしてたらしいんですね。なので工場の後ろの方をあえて狙って本館のところは残したい、ここの建物は残したいというふうに思ってたと聞いてます。ただ単に攻撃じゃなくてちゃんと後先考えて。そうですね。生産能力は奪いたかったんですね。じゃあ日本 の、 あの軍事産業を、はい、まあ、止めたいという気持ちはあったんだと思う。だって大田原の金丸飛行場が爆撃あったくらいだから、そうだ、ね、ここは狙われだろうな。うん、中島飛行機株式会社って書いてあるなかなか珍しいものでありますけども、これがノギスで、でけえこのノギス、はい、こんなでけえノギス初めて見た、はい、飛行機のパーツがあるからでかいんだ。そうですね。これなんかは実際のプロペラを切った実際なんですか。中島飛行機時代に優秀なパイロットだったんですけども、はい、その方がパイロット降りるときに昭和天皇が半分に切ってプレゼントしたというふうに言われております。実際に飛行機の番号なんかも刻印されていて、あ、書いてある、いろいろ、はい、なんとか式なんとか型。でプロペラ木なんですか。木です。昔、ね、昔木です。マジっすか、はい、軽くて強い素材ってなかったのか。なかなか。そうですね、まあ、本体とそういったところを分けてたのかもしれないですね。でもこの形作る人めちゃめちゃプロですよね。この、まあ、そうですね、一番大事なところじゃないですか、はいはい、船でも何でも、 そうですね、そのモアレのスクリューところって、はいはい、この角度出すのすげえ苦労したでしょうね、はいはい、そうですね。飛行機作りからここから始まってるってことはすごい分かりました、ね、スバルでは工場の建物にも歴史があるそうです。本館に続いてここも昭和9年の建物です。そんな古いですか。はい、まあ、屋根とかはもう改修して雨漏れとかそういう暑熱対策はしてるんですけども、壁とかはもう昔ながらの壁で、はい、窓もちょっと塞いじゃってますけれども、そんな名残を今もなおかつ残している工場です。大事に使ってますね。そうですね、建物はこんな古くても BRZ だとか、はい、レボーグもここの工場で生まれて、昭和9年に作られた工場で。そうです、そうです、そうです。すごいな、そのギャップ。はい、ちょうど今トラックが止まっちゃってるんですけど。あ、そうですか。窓がありますよね、はい、3枚ずつの扉になってます。だん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 だから、そうそう、扉が上を見てもらうと名残があるわ。レールが残ってるかと思うんですけども、あれがガーって開いてここから完成した飛行機を出し入れしてたと言われてます。へー、すげえ、めっけバカーッと開くんだ。でここから大泉工場の方に向かっている片側2車線の4車線道路があるんですけども、そこを完成した飛行機がゆっくりと大泉工場の方に行って、今大泉工場の跡地は昔飛行場だったんです。へー、で赤城山の方の赤城おろしに向かって飛び立ってったっていうには。その赤城おろしって風強いのが有効利用されてるんですね。そうですね。それもめっけですね。今回のテーマはスバル。群馬県太田市に工場を構える自動車会社です。本工場を後にして U字工事の2人は矢島工場へ。こちらには一般の方の見学を受け入れているビジターセンターがあります。飛行機がある。すごい飛行機。ジェット機ですかこれは。そうですね、富士重工製の国産ジェット機です、はい、整備してくれてる方がいらっしゃいますけど、はい、
スバルの社員さんですか？スバルの社員です。ああ、ただのこの辺の愛好家の方じゃないですよね。違います、違います。今日はちょっと休暇で。あ、どうなんですか？こっそり目立たないように。いやいや、体大きいですね。大きいから目立っちゃいますね。体大きいですね。今は何されてたんですか？いや、今あのちょっと汚れてるんで、あ、はい、あの、まあ、僕の飛行機ですから。僕の飛行機です。会社のじゃないんですか？いや、会社、まあ、一応これ借り物なので、あの持ち主は防衛省なんですけど。そうなんだ。じゃあこれ軍用の飛行機ですか？そうです。戦闘機のパイロットになる人が一番最初に乗るジェット機。今バンバン飛んでる人はみんな多分これ乗ってます。そうなんですか。58歳の飛行機。そんないい年なんですか？37年に作られたって言ってね。すごいな、そんな長持ちするんですね、飛行機。もう飛行機はいつも新品みたいなもんですから。はぁ、かなり整備がしっかりされてるんですね。そうですね。2003年から自衛隊からお借りしています。日が当たったりいろいろするとやっぱりこういう塗装も色あせてきちゃうじゃないですか。そんな関係で今自分の飛行機だって言いましたけど、はい、自分のお金でいつも磨いて綺麗にして色まで塗ってくれてる。色塗られたんですかこれ？あの、まあ、上も最近やっとここら辺が塗れまして、ここら、あ、あの白の輝きが違うと思うんですけど。好きだからこそできると。もうみんな自分の飛行機だと勝手に思ってます、ゲームセンターみたいですね、本当こういうのがあってちゃんと動きます。ゲームセンターどこじゃねえよこれ。とてもじゃねえけど運転できねえよこれ。メーターがいっぱいついてて、ボタンが一発パチパチパチといっぱいある。両方で操縦できるんですね、レバー。そうです。あの後ろにあの教官パイロットが乗って、前に学生パイロットが乗って、で全く同じに動きます、全てが。ああ、じゃあギュッて後ろの教官があればその通りに危ないってことに動くし。はい。なんで車会社に就職したんですか？いや、自分はね、車の会社に入りまして、はい、まあわよくば、はい、飛行機も関われたらなと。狙ってたんですね、部署外を。はい、あの仲間内では、はい、あの飛行機作りたくて入って車の設計やってる人とかもいるんですけども。あ、そうなんですね。飛行機好きな人が結構多いですね、じゃあスバルは。そうですね。あ、隠れ飛行機ファンって方がいっぱいいるんだよ。面白い。めっけだな。めっけだね。隠れ飛行機ファン多し、飛行機に近づきたくて。お、じゃあ今最高ですか？もう最高です、ね、最高。もう触ってるだけで楽しくて、休みの日はいつもここで妄想してます。マジっすか。それでは早速スバルビジターセンターへ。予約制で行われる工場見学は年間およそ10万人が参加する人気のツアーです。こちらにはスバル360から2000年のインプレッサワールドラリーカーまでおよそ20台が一堂に並んでいます。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。お願いします。すごいですね。こちらはですね、スバルが初めて発売いたしましたスバル360です。360cc 2サイクルエンジンで小型自動車と同じように走れるようボディは軽く設計されております。またこの車両は後期に作られたために左ハンドルとなっておりまして、はい、アメリカへ輸出されておりました。そしてご覧のようにオープンカーとしてもドライブすることができました。ここ確かに外れる感じになってますね。取っていいんですか？ボタンだ。おボタンでね、はい、すげえ。実際ちょっと乗ってみますか？いいんですか？はい、大丈夫ですか？相当狭いですけどね。おもうズシンズシンって車が。おもちゃみたい。おお、いいね。ぎゅうぎゅうで面白いな。すげえ。上空いてた方がいいね。狭い分、ギュッとする分上空いてた方がなんか。いや、これすげえ体験できる。あ、でも意外と足伸ばせるね、中は。あ、そうだな。うん。昔はエアコンがなかったんで、はい、こうやって。こうにやって、そこも走るとこうに前から風がこうに中に入ってくる。ちょっとじゃあロサンゼルス行ってきます。この車がアメリカを走ってたなんて不思議ですよね。アテンド樋口さんのお気に入りという車、なかなかのスポーツカーですね。どれですか？青いこちらの車のアルシオーネという車が、乗ってたんですか？主人が乗ってまして。あ、旦那さんが乗ってたんですか？はい。じゃあ思い出があるんですね。そうですね。それ言ってくださいよ。そういうの聞きたいんです。私事です。これ乗って旦那さんはどこ行ったんですか、デートは？
結構東京とかを行くと、こちら群馬から、うん、すごい、どこの車だっていう感じで、本当に珍しかったんですね。じゃあそうですね、富山さんは何かお気に入りあるんですか。私はあの思い出と言ったらこのレックスなんですよね。レックス、これ私入社した時に、はい、あの私作ってた車なんです。あ、そうなんですか。そうそうそう。どういうところが良かったんですか、性能的に。価格的に安かったっていうのも当然あるんだと思うんですけども、非常に忙しくて生産してたんで、はい、特別手当みたいなのも出てたぐらい売れた車なんです。今逆にかっこいいです、なんかこの時代に。こちらには幻の車もあるそうです。こちらはスバル 1500P1 といいまして、はい、昭和29年に中島飛行機の技術者たちによって作られた車です。20台作られまして、20台のうち14台はテストをされ、残りの6台はモニター車としてタクシー会社で高い評価を受けました。残念ながら販売には至りませんでしたが、こちらの技術が360台と受け継がれておりまして、幻の名車とも呼ばれております。なんでそのタクシーの人たちに使ってもらって高評価だったのに実採用ってされなかったんですか。結局資金繰りができなかったってことらしいです。量産できなかったんですか。はい、あ、そういう理由なんですね。なんかここがダメだったとかじゃなくて。そうです。乗ってみて。スバル 1500P1 にも特別に乗車させていただきました。柔らかい、すげえ。お尻んとこすごいバネがすごいな。ふかふか、あー、すげえ。120キロでメーターついてるよ。タクシーと同じようにシフトレバーが、あ、これでギアやるんだ。そうです、そうです。ここで。そうです。うわー、うん、これ高級車だわ。こちらではレガシーのパワートレインでスバルエンジンのピストンの様子を見ることができます。おお、水平対向エンジンがどう動いて、はい、あの動力がどう伝わってハンドル切って走る、曲がる、止まるっていうのがあの分かるような形での、はい、構造となってます。こういう水平対向エンジン、振動を打ち消し合うっていうふうに言ってるんですけども、はいはい、左右対称で低重心の位置にあるので安定性っていう面では優れてるというふうに。でこの水平対向エンジンって他で作ってるとこってどっかあるんですか。ポルシェだけです。ポルシェだけ、はい、すごい。日本車のメーカーではうちだけです。逆に言うとなんで他のメーカーは作んないですかね。作るのに手間がかかったり、はい、コストがかかるっていうデメリットがあります。ただ他のメーカーと同じエンジンで戦うのではやっぱり、まあ、スバルは生き残っていけないってこともあるので、まあ、うちはあのその水平対向エンジンの安定性を持ちながら、はい、安全な車作りっていうのを目指しているということです。こだわりがあるんだね。駆け足でご説明してきましたけれども、メッケはあったでしょうか。 ありました。やっぱり、はい、飛行機作りから始まってるってことと、はい、だからこそ安全性を重視してるってこと。ありがとうございます、すごい勉強になりましたね。ありがとうございます。なんかあと建物昭和9年から使ってるものとか、はい、残ってるっていうのもなんかそういうなんていうんですかね、あの昔のものを残していくっていうのもなんかこうすごくあの今につながってるのかと思いますね。あのそういう精神で安心安全な車作りを目指していきたいと思います、はい、なるほど。地元愛のある企業だってもすごく分かりましたね。ありがとうございます。本当でしたらば工場を見ていただきたいところだったんですけども、はい、このコロナ禍の関係で工場見学を止めちゃってるんですね、はい、地元の小学校とかにはリモート工場見学っていうことでフィルムをしてますので、はい、ものづくりを感じていただけるとありがたいかなと思っております。はい、コロナが状態が良くなってきたらお二人にラインサイドで、はい、あの迫力ある製造シーンを、はい、見ていただければ嬉しいかなと思いますので、ぜひ機会がありましたら足を運んでいただけたらありがたいです、はい、ぜひ再訪したいです、はいはい、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今回も本当に知らないことばっかりでごめんねごめんね。またお会いしましょう。スバルは前身である中島飛行機の精神を受け継ぎ、地元に根差しものづくりを第一に考える会社。時代が変わっても安全で安心な車作りは引き継がれていくことでしょう。U字工事の旅発見、次回は群馬県大泉町、インターナショナルな町で発見。僕らのうんぽこ、やばー。
お楽しみに。今は駅前行ったんですやっぱり。まあ、まあ、コロナの関係でなかなか難しくなっておりますけども。ああ、そうですね。いいじゃないですかね。うちサンバでした。やっぱ北関東は一家に一台軽トラックありますから。佐野日大でスバルから楽天に行った湯気投手、あの冬のこの時期に必ず訪問に来るらしいです。はい、はい、偉い。相澤選手あれですね。